ジャジルトはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。主なカチクラに2006年のベルモントステークス。1歳児の2004年に、キーンランドセプテンバーイヤリングセールで、シェイク・ハムダンが率いるシャドウエレーステート・カンパニーに72万5000ドルで落札される。2005年10月23日に、ベルモントパーク競馬場のメイドン競争でデビューし6着に終わり、参戦を要して初勝利を挙げる。 年明けて2006年、ガルフストリームパーク競馬場のアローワンス競争を3歳の指導戦として、コリンシアンの2着に入り、ファウンテン・オブ・ユース・ステークスは、ファースト・サムライの7着に終わるも、ウッド・メモリアル・ステークスでボブ・アンド・ジョンの2着に巻き返す。アメリカ三冠路線に乗り込み、第1戦のケンタッキー・ダービーでは、バーバロの4着に入る。第二戦、プリークネス・ステークスには出走せず、 第3戦のベルモントステークスに直行し、レースでは3コーナーから押し切って、ブルーグラスキャットの追撃を振り切り優勝。安城のフェルナンドハラは、GI 発生派活1978年アファームドで優勝したスティーブコーゼン以来の18歳のベルモントステークス優勝騎手となった。自走として、トラバーズステークスが目標に掲げられたが、その矢先に、 右後ろ足に故障が判明して、トラバーズステークスから、ジョッキークラブゴールドカップステークスに目標が切り替えられたものの、結局残るシーズンは、休養に充てられた。翌2007年に復帰して参戦するも量跡なく、現役を引退した。以下の内容は、イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。引退後は、ケンタッキー州レキシントンのシャドウエルファームで、種ボバとなった。 4世代で51頭のカチウマを送り出し、その中には重症入着馬が複数頭含まれたが、2014年の種付け量が4000ドルにまで低下するほどに、種ぼ馬実績は高くはなかった。2014年10月11日、放牧地での怪我がもとで、11歳の若さで死を迎えた。範囲モートに2007年の同競争及び、ケンタッキーオークスカチウマラグズトリッチズ、 判定に2008年のピーターパンステークスカチウマ、カジノドライブ、10枚にアイリッシュオークスカチウマピーピングフォー,ーン。ありがとうございます。